ローラ LC90 は、ラルースが1990年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ドライバーは1989年にザクスピードで、全16レースに予備予選落ちした、日本人ドライバーの鈴木アグリ、そして、フランス人ドライバーエーリック・ベルナールが起用された。前年型マシン LC89 の後継者として、開発された。設計者は、 クリス・マーフィーとジェラール・ドゥカルジュ。エンジンは、昨年に引き続きランボルギーニ v 1 2を搭載、タイヤは、グッドイヤーを装着。LC90 はシーズン序盤2000で使用された LC89 バイトに、代わって、第3戦1990年サンマ割のグランプリで、デビューした。シーズン前半、ラルースは、前年の獲得ポイントが1ポイントのみであったため、予備予選での戦いを強いられた。 しかしながら、他チームとは、桁違いの速さを示す。ランボルギーニエンジンの開発が進むにつれて、予備予選は、問題ではなくなり、予選でもトップ10に加わることができるようになっていった。鈴木アグリは、地元の鈴鹿でチーム初の表彰台を獲得した。主要なチームの大半がレースをリタイアした後、アグリは、ホームグランプリで、ベネトンのネルソン・ピケとロベルト・モレノに次ぐ3位で、 フィニッシュした。これは、ルノー V10 を搭載した、ウィリアムズのリカルド・パトレゼ、ティエリー・ブルチェンを抑えてのものであった。アグリはまた、イギリスとスペインでもポイントを獲得した。エリック・ベルナールは、モナコ、イギリス、ハンガリーでポイントを獲得した。チームは11ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング6位でシーズンを終えた。しかし、ローラの車体を使用しながら、 コンストラクターをラルースとして登録していたことが問題視され、1991年3月にコンストラクターズポイントとランキングを剥奪された。ありがとうございます。